ありがとうございました。ありがとうございました。水戸宮城寄せ。いやー、必ずですね。盛り上がりましたね。秋さんのおかげです。いやいやいや、もうそれは源屋さんのおかげですよ。いや、本当。でもなんか、はい、2回目ですけど、ちょっと仲良くなって来てこれたら、そうそうそう、まあ、先月ですけども。なんか本当にね、はい、同級生みたいな。そうですね、ちょっとさっき楽屋で寝ちゃって、はい、あれさんにもっと寝ていいよって言われましたね。いやいや、もう本当にね、源屋さんが寝てる時、ガリバー放浪記みたいなと思って。でかいから、でかいから、どっかで見たことあんなぁ思って、あ、ガリバーや、これ、と思って。いやいや、そんな思いつかないですね。周り、小人みたいなの歩いてました。いや、主催の人、あんまり小人って言わない。いや、主催の、主催を小人とは言うてないで。割と心ね、人たち、みんなでかいです、どういうわけですか。でかい人でしょ。みんなありそうよりでかいです、ね。そう、ヤクルト飲んでるから。うまい、うまい。でかい、でかいなって。またお越しください。お願いします。ありがとうございます。